皆さん、こんにちは。なるほど。てんです。今日も謎解きの時間で遊んでいきます。さあ、ファイル74、ダイイングメッセージと、ダイニングメッセージってなんか間違ってよく言っちゃいますけど、ダイイングですかダイイングメッセージと、クエスチョン1、ある年の正月にアパートの一室で女性の死体が見つかった。被害者は林恵子さん、58歳。名前がとう出ましたね。えー、未亡人背中に刺さったハサミは 範囲にまで達していた。女性は致命傷を負いながら何かを伝えようとしたようだと。それは何ですかと。さあ、ダイイングメッセージとかこちらを手に持っているってことですか。お、正解ですね。女性は右手に鳥の着物を握っていた。死のギアに掴んだものだとしたら、これはダイイングメッセージかもしれないと。クエスチョン2。女性が持っていた鳥の着物は元々どこにあっただろうと。 一帽子ちゃん、浦島太郎ちゃん、金太郎さん、桃太郎さん、あ生地なんですね、こちら。桃太郎さん,なんですかよ日本一みたいなんですね、えー。床の間には有名な昔話の置物が飾られていた。よく見ると、桃太郎さんのお供の犬と猿しかいない。つまり女性が握っていたのはこのお供のキジのようだと。クエスチョン3。アパートの大家さんが、えー、年末に女性と話したのを最後に、女性の目撃証言はなかった。 なんか刑事は確実に年が明けてからの犯行だと断言したそう言いうきれるのはなぜだろうと鏡餅とかですかあ明けましておめでとう年賀状ですかでも年賀はがきあまりお書けしてないですねお送りする方があまりいらっしゃらないという悲しいとさあちゃぶ台には馬の絵が、えー、描かれた年賀状が置いてあった表には林恵子さんと女性の宛名があると正月に女性宛てに届いたものだとあだから名前が出てたんですね 一致しますよと名前が。クエスチョン4。被害者の女性には今年26歳になる長男と今年21歳になる妹の2人の子どもがいた。その2人が容疑者として捜査現兆に上がったのだかこれまでの推理からどちらかが犯人か教えてほしいと。鳥、キジちゃん、鳥ってことは鳥年ってことですか年賀はがきには馬、馬ですよね、先ほど。えー、ねえ、牛。 トラウタツミウマシツジサルトリイヌイですから9番目 10, 10番目あの上にちゃんとありますね林優子さんと林翔太さんの絵がいつあったんですか最初からありましたか全然気づかなかったですねということはえー、っと記事だから21歳の妹さんってことですかさあ今日はされましたね 年賀状から今年は馬年であることがわかる。ネウシトラウタツミウマセイサルトリイヌイの12子を逆算していくと21歳のユウコさんは鳥年だ。そう、キジの置物はエトの鳥を刺しており犯人は、えー、鳥年のユウコさんだというメッセージだったと。さあ、えー、何ですか、まあ、下にありましたね、文章が。二、えー、人は一昨年亡くなった、えー、旦那さんですか夫の、えー、連れ子で女性と遺産相続で争っていたというと。 えっと、覚えるくらいだ二人に愛情を持っていただろうに悲しい結末となってしまったと本当ですねいや皆さん何年ですかなるほど君30代しか公表してないからですね何年でしょうね <laughs> ということで今回の動画は以上になりますご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう